元自衛官の芸人として活躍しているピン芸人の靖子さん。靖子さんは2歳の時に両親が離婚、母子家庭で育ちました。中高では母との関係がうまくいかず、児童養護施設で過ごすことも多かったそうです。この時期のことを靖子さんは、母子家庭だったのでとにかく貧乏で、高校生の時はテレビもなくて、家賃も部費も払えない家庭だったんです。衣食住が揃ってるところに行けたらいいなと思って、それで自衛隊になったんです。 と語っていますそしてその後自衛官から芸人となりテレビに出始めるようになった安子さんすると SNS にとあるメッセージが届いたと言いますその相手は安子さんの個人情報生まれた時間などを知っていましたそれを疑問に思いよくよく話を聞いてみるとなんとその相手は実の父親お父さんはテレビに出ている安子さんを見て娘だと気づき連絡してきたのだそうです 父親のこととは全く記憶になかったという安子さん。その時の心境を「自分にお父さんはいないって思って生きてきたのでびっくりしました」と語りましたしかし実際に父親に会ってみるとさらに驚くことが安子さんは元自衛官ですが実はお父さんも元自衛官だったのだそうさらに喋り方や見た目水泳や柔道をやっていたことなど生き写しとも思えるほど自分にそっくりなお父さんだったのです そんなお父さんと再会した靖子さんはなるべく親孝行とかできたらいいなと思ってます自分を娘だと思ってくれてる人がいるっていうのが嬉しかったです実は母とも疎遠になってて母との関係をつなぎ止められたらいいなと思ってたんですけどそれが父親という部分で叶って良かったですと語りました <noise> 東野さんの父親はお金にだらしなくほとんど働かない人だったのだそう 色々なところに借金を作った結果東野さんたちが住んでいた家を勝手に売却それがきっかけで離婚することとなり東野さんは母親についていくことになりましたしかしそれでもお父さんの性格は変わりませんでした借りたマンションの家賃を支払わず東野さんの兄などに迷惑をかけることもあったのだそうまたなぜか今田耕司さんの実家に行ってお金を借りようとしていたこともあったとか 家族どころか家族の知り合いにまでお金を無心するようなお父さんだったのです。そしてついには行方不明になったお父さん。しかしそれから8年後のこと、吉本工業にとある病院から電話がありました。どうやら入院患者の一人が、俺は東野工事の親や、東野工事を呼べ、気払いはあいつにさせろ、と言っているというのです。病院としても半信半疑で電話をかけてきたそうで。 東野さんとしても本当にお父さんかどうか怪しいと思っていたそうなのですが東野さんは念のため病院に行くことにしましたそして病院を訪ねるとそこにいたのは本物のお父さんお父さんは脳梗塞を患い入院してガリガリの体になっていたのだそうです感動の再会とはならなかったそうですがそれから東野さんはお父さんの世話をすることを決めましたそしてそれから1ヶ月後にお父さんは高い その後、お父さんの葬儀を行った東野さん。すると、葬儀屋から葬儀費用以外の10万円を請求されてしまいます。え、と思っていると、なんとお父さんは、その葬儀屋からも借金をしていたのだそう。最後まで、相変わらずのお父さんだったそうです。<noise> 信子部吉村さんの両親は、吉村さんが6歳の時に離婚。吉村さんは父親に引き取られました。その6年後の、吉村さんが12歳の時、 吉村さんは父親に「マラソンの練習に行ってくる」と嘘をつき母親が営む喫茶店に行きましたそれは母親に父との復縁を懇願するためですしかし母親にどれだけお願いしてもそれは叶いませんでしたこの時のことを吉村さんは「一生分の涙が出た」と語っていますその後19歳になった吉村さんは芸人になることを決意しかし 上京してから1ヶ月後に育てての親である祖母が亡くなってしままいすその理由を吉村さんは「ばあちゃんが亡くなったことを伝えないといけないと思った」「こんなに苦労した人が亡くなったってことを母親にも味わってほしかった」と語っていますそしてそれからは吉村さんとお母さんが会うことはありませんでした。 そのの後母親の喫茶店店は年に閉店それによりお母さんは消息不明となってしまいますそして2013年に吉村さんは番組の企画で母親の消息を追うことになりました実は吉村さんは母親から愛されている自信がない自分のせいで両親が離婚してしまったのかもしれないという思いを抱えていましたしかし番組の中でそれは勘違いであることがわかります 吉村さんが父親に引き取られたのは父親が吉村さんのことを手放したくなかったから母親は吉村さんのことを確かに愛しており吉村さんがいつでも会いに来れるようにずっと同じ場所で喫茶店を営んでいたこのような真実が分かり吉村さんは母親に会いたいという気持ちを強く持ったのだそうしかし結局番組の力を使っても母親の所在は分からずじまい 3度目の再会とはなりませんでした芸人塩田パンダさんは4歳の時に父親が蒸発その後は母方の祖母の家にある6畳の物置で母と兄と3人で暮らしていましたその生活はかなりの極貧生活だったそうで初めてサイコロステーキを食べたら贅沢な食事に体が拒否反応を示して食べれなかったというエピソードがあるほどですその後芸人になった塩田さんは テレビ番組マルコポロリに出演番組の企画で父親を探してもらえることになりましたそして父親が仙台にいることを突き止めスタッフが会いに行ったのですがそこで衝撃的な事実が発覚しますなんとお父さんが女性になっていたのですこれには VTR を見ていた塩田さんも口をあんぐり言葉を失ってしまいます そしてお父ささんんににに話を聞くと塩田さんたた家族の元かからら消え理理由由や女性ななった理由が明らかになりますお父さんは事業の失敗により借金をし銀行から追われ裁判所からは通知が届くという日々を過ごしていましたそんな毎日にどんどん追い込まれていったお父さんは「消えたい」「変わりたい」と思うようになってしまったのだそう 一時期は自ら人生を終わらせようとも考えたようなのですがそこである考えが頭に浮かびますそれは「消えるくらいなら性別を変えようそうすれば全部リセットできる」という考えちょっと難解な話ですがお父さんはとにかく今とは違う自分に生まれ変わりたかったのだそうでそれで思い切って女性になったのですそしてスタッフから息子である塩田さんの話を聞かされたお父さんは「 何度も夢に見た最後に行った後楽園の夢とか江ノ島の水族館とかと息子との思い出を引きずりながら生きてきたことを唇を震わせながら語りました VTR を見終えた塩田さんは「ちょっと嘘のようですね」とパニック状態でしたが「お父さんに会いたい」とはっきり言葉にしましたそしてその後塩田さんは仙台に行き父親と26年ぶりに再会します お父さんは塩田さんを抱きしめながら、ごめんね、苦労をかけたね、と言葉をかけ、塩田さんは、よかった、よかった、と笑顔で言い、感動の再会を果たしたのでした。